ありがとうございます。2015年8月5日21時19分3秒。はじめさん。えー、吉谷社長に聞いてみたいこと。ネットビジネスで最速で10万稼ぎ、だんだんと100万稼ぎたいです。だんだんと100万稼ぎたいと。なるほど。ネットビジネスで最速で10万稼ぎ。最速っていうキーワードが多いなぁ。 すいません逆に、はじめさん聞かせていただきたいんですけど、このはじめさんの最速っていうのはどれぐらい最速っていうイメージなんですかね。例えば、これ1ヶ月で月10万稼ぎたいとか、3ヶ月で月10万稼ぎたいとかだったらなんとなくこうイメージついてくるんですけど、最速っていうのが、はじめさんの中でどれぐらいが最速なのかと。 まあもちろんね、1日で10万とかだったら最速だとは思うんですけど、例えばじゃあ FX とか株だったら、もう、数秒で何万、何十万とかいけるわけですよ。パパーンみたいな。うん。まあ一応インターネット使ってますよね。じゃどんなビジネスなのかなっていうのがね、だから本当にいろんな稼ぎ方があるんで、も僕も9年間いろんな稼ぎ方見てきてるので、これね、回答に困るんですよね。 うん、最速で月10万稼ぎ、うん。その最速の期間はどれぐらいのことを最速と解いてるのか。そしてこの、ここ,こもだんだんとと、だんだんと100万稼ぎたいと。だんだんと100万。まあ徐々にってことですよね。 まあこれはちょっとすいません。何をしたいのかがわからないし、その最速がどれぐらいのニュアンスで最速を意味しているのかもちょっとわからないので、なんとも、まあ本当にいろんな稼ぎ方があるので、まあ10万から100万稼ぐ方法をだんだんっていうかそのステップをちょっと、まあ、紹介するとすると、例えばはじめさんが10万稼いだら、10万稼ぐ方法を10万で売ってください。それを10人に売れば100万です。これが、 リアルなやり方です。で、ほとんどの人がこれをやってます。ネットビジネスで何億とか、なんとは何千万とか何億稼いでる人は、もうこれをやってるだけです。自分、あの、稼いだ方法を30万とかの塾にして売ってるだけなんですよ。それで、ね、何億みたいな。<laughs> わかりますもう一度言いますね。ネットビジネスで何億とか何千万稼いでる人は、例えば20万稼ぐ方法っていうのを塾のパッケージにして30万とかで売って何百人に売ってる。で、その、 えー、やり方、売り方っていうのは、えー、プロダクトローンチというもので、えー、1件700円とか600円とか1000円とか2000円の広告費を払って、アドレスを収集して、そのアドレスに対して動画をやってってっていうやり方なんですけど、はい、でもそのやり方っていうのはリスクがあるので、あの初心者の人にはなかなかできないと思います。ただ、10万円の商品を、えー、10人に売るのはできます、はい、できます。 な申し訳ないですがもう一回アンケートを、あの、取りますので、その時にですね、その、最速、かっこ、最速かっこ1ヶ月以内とか、最速かっこ2ヶ月以内で10万とかね。なんかそういう感じにしていただけると、ちょっとね、もう少し僕の中でもイメージできるかなと思います。はい。よろしくお願いします。えー、アンケートありがとうございました。